はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村農園の農業に来てくれて、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。そしてですね、本日なんですが、撮影日が4月の4日になるんですけど、今日は久しぶりに益子町雨が降っています。で、一応陽気としてもですね、今まではこう春の陽気だったのが、今日はもう2月の気温帯で非常にこう寒くなっています。本当にこの温度がこう暖かかったり寒かったりっていうのが続いてたりするので、ぜひね、体調管理に気をつけていただければと思います。で、今日はですね、ちょっと久しぶりに育苗ハウスの方に来てますんで、育苗ハウスのちょっと様子ちょっといろいろ撮ってきましたので、ぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、では本日なんですが、育苗ハウスの方に来てますんで、育苗ハウスのご紹介よろしくお願いします。はい、こんにちは。ね、今日は雨が降ってるの。栃木県は4月の4日、とても寒い。だからジャンパーを着てます。育苗ハウスの方に来てて、きっとね、見てる方なんかは、メリークローン苗と普通の苗っていうやつはね、メリークローン苗はまだあんまり、一般的ではないと思う。で、私も、紅ほっぺ、香りの、とちおとめも作ってたんですけど、とちおとめはあまりいい成績が良かなかったんで、とちおとめの方はカットしました。紅ほっぺと香りのの方のメリクローンを購入して、苗の出がいいって私個人的には思ってるんですけど、普通の一般的な苗と比べてみたいんで、ちょっと寄ってもらっていいですか。はい。メリクローン苗っていうのはね、このように小さいんですよ。そうです、すごい。私の指がこれですから、はい。で、これが三好さんの香りの、はい、とてもしっかりして、はい、大きいです。で、植えるときはここ取ってちゃんと、もうクラウン部分を出す、これが特徴で、尻尾が出てるぐらいに外に出しておかないと、ここからね、病気に、苗地のほとんど苗屋さんのやつはね、かぶってるから、クラウン部分まで土がかぶってるの。なんでかぶってるかというと、これを大きく育てなくちゃなんないんで、下に土やるより上にやった方が楽でしょ。ああ、はい、はい、うん。だからね、苗屋さんは苗屋さんのやり方があるんで、それは間違っちゃダメ。苗屋さんは苗を大きくしてお客さんのニーズに合うように渡したい。私たちは病気にならないで立派にした、ランナーを出したいって言って、ちょっとね、求めてるのが微妙に違う。ここだけの話ですけどね、はい、だからむぐってるからここらまで入ってんのよ、これが。だからこれを掘り起こしてきれいに出しちゃって植えるっていうのが一般的な苗の植え方ね、はい。で、メリクローン苗は、はい、前にも映したかもしれないんですけど、これだけしかなかったの、この、はい、ここだけ。これは一回ポットさ植えたから、ほら。でも、このメリクローン苗の性質は、小さいんですけど、栄養を欲しがって、根っこをすごく出すの。もう、一週間も、まあ抜いてみるか。はい。こういうふうに。ああ、すごいですね。すごい。もう、上根がすごく出てるから、はい。ね、あんまり出しとくと、今日は雨っぷりだから大丈夫だからね。はい。こういうふうに、なんちんですかね、伸びがいい、はい、伸びがいい、根がいっぱい出るから伸びがいいんで、根が伸びてからこっちも一緒にっていうわけにいかない、根の方が先に伸びてくるから、はい、これは性質で、三好さんの方の苗、これも同じ時期に植えたんですけど、これは出てるからほら、すごく、はい。そしたらば、もう梅土は乾かさないように、もう湿度、今朝も水かけたの、雨降ってても、はい。やっぱり濡らして、湿り気を良くして、すぐ晴れてきたら、うち当たりはこれからカルシウム剤、はい、規定よりちょっと薄めで私はかけます。こいつのはダメ、まだ弱ってるから。どうしても、特にこちらは大丈夫ないのよ、普通よりでも薄い方がいいな、はい。こっちは特に、はい、濃度は薄めに、300倍って言ってたら、500倍とか600倍ぐらいでかければいい、はい。だんだんに徐々に普通の適、普通
苗、実を取る方のやつと同じようにしていくんです。それまでにはこちらはそんなに一度にやらないで、1ヶ月ぐらいは準備期間、薄めのやつを回数でやるっていうような感じ、1週間に一度とか5日に一度ぐらい、はい、これあと、あとドブ漬けでトップ陣、はい、トップ陣を500倍ぐらいにしたやつをここジョボジョボジョボって言ってこのこう溜まるような感じでやんないとダメね。はい、でも全体的に消毒してあげる根を、はい、ここだけじゃなくてもう何しろ締めるような感じにやればいいの。1回から2回ぐらいやった方がいいね。最低絶対1回はやんないとダメ。硫黄病対策ということで、はい、どうしてもね、メリクリーン台の方は本当のなんて、ちょっと弱いっていうことじゃないんで、伸びれば強いんですけど、出だしだけは弱いのよ。だから、はい、液肥なんかとか、葉面散布でカルシウムやる、カルシウムぐらいなら、でも、規定より薄く。はい。うん、それはコツですね。わかりました。まあ、一つ質問なんですけど、はい、ではこちらのこの普通のこのミオスタの苗は普通の規定量でかけてもいいということで、こっちだけが少しはメリクロンだけは若干こう薄めで、こっちも薄い方がいいよ。最初は何でも薄い方がいいの。取ることはできないから、薄気で回数でかければいいんだから、一度にねこういう植えたばっかりっていうのはね、腹駆逐させちゃしようとしてあげるとダメなのよ。根がまだはびこってないから弱いの。ああ、わかりました。何回も私も失敗してんのよ。適量でやったらちょっとね、焼けちゃったとか。焼けちゃって弱っちゃったくればね、どうしても戻るのに相当時間かかっちゃうし、くじけちゃうから。うん、だからね、薄めの方がいい。はい、薄めで回数多くやって、だんだん大きくなってくると、見てこ、また何回もこの苗の方は、取っていくって移していくから大丈夫なんですけど、薄めで回数多くしてかけていった方がいいですね。はい、わかりました、はい。ありがとうございます。はい、ではですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、育苗ハウスの、苗の様子ですね、メリクロン苗と普通の苗の様子、ちょっと見てきました。管理とかもね、いろいろちょっとお話聞いてきました。いかがだったでしょうか。一応ですね、私の方からも補足でご紹介させていただきますと、メリクロン苗というのは、やっぱり苗がやはり最初の初期生育の時に小さいんで、あんまりですね、肥料とかも通常よりもかけすぎてしまったりすると、もうちょっと、まだ弱いっていう表現の仕方はちょっと語弊があるかもしれないんですけど、少しね、こうゆっくり過保護な感じで育てていくっていうのが一番いいかなと思います。だから規定倍率よりも少し薄めで液肥なんかをかけてあげる。でこれからですね、やっぱりしっかりと苗を充実していくのにあたって、一応吉村農園ではライムショット、カルシウム剤の液肥をしっかりと葉面散布していくっていうのが一つのポイントになりますんで、ぜひねそういったところも参考にしていただければと思います。次回も動画撮ってきますので、ぜひご覧ください。最後に行きます。これは農業です。はい、こんにちは、吉村農園の吉村です。いちごもね、半年の最後の1ヶ月になりました。4月、花見を見ながら吉村農園の方へいちご狩りに来てください。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、今益子町の方ではね、町長選を控えてます。約人口2万3000人ぐらいの指導者を決めるっていうことで、私の先輩が候補として立候補してるんで、それの決起大会の方に参加してきました。たくさん500人ぐらいの人がの体育館っていうんですか、町民会館に集まってお話、私はスタッフだったもんで、駐車場セミナーをやってたんで、中覗いた時たくさん、なんていうんですかね、聞きに来てた方がいたんで、すごい熱気を感じました。その中で一つだけ感じたことは、の若い方が少ない。みんな私より上、で男性も女性も60、70、80代ぐらいの人は
たくさん来てる。30代ぐらいの人は一人か、やっぱりその選挙っていうのはあまり関心がないと思います。若い方はきっとこの新規就農なんかでね、若い方でね、農業を志してる人なんかも政治っていうのは全く関心ないと思います。私もそうでした。だからこれが普通だとは思うんですけど、でもこういう不景気な世の中、コロナでおかしくなってるような時なんかは政治の力っていうのはね、結構ね使えるっていうか、助けてくれますっていうのも一つかなっていうのはあります。その中でやっぱりね、若い方もね少しは政治っていうか選挙、やっぱり自分の一票がこう重なっていくと大きな力になるし、やっぱり日本は間接民主主義して頼んで、政治をしてもらうっていうのはこれがシステムで、候補者になれば別なんですけど、どうしても頼むっていうことになると、数やっぱり自分の考えに近い人を全部同じような人は世の中いませんから、っていうことで、やっぱりね、若い方ももう少し、人のことは私も若い頃は言えないんですけど、まあ少しは関心持っていった方がいいのかなとも、でなるべくならば選挙に行った方がいいっていう時代ですね。じゃないとやっぱり、大きな事件だ何かがやっぱり海外でも起きてますけど、やっぱり、海外の方がそういうのではとても関心が、日本はどうしてもね、豊かだからそういう人に頼らなくてもっていう考えも一つはあると思うんですけど、やっぱりそういう風に若い新規就農なんかの人も関心を少しは持ってもらいたいなと思います。以上です。はい、ではですね、次回の動画の予告になります。次回の動画ですが、4月の6日配信になりますね。一応ですね、内容としてなんですが、収穫シーズンもラストになりましたんで、品種ごとの、まあ、特性、ちょっとですね、まあ、栽培してみて分かったことなんかを品種ごとピックアップしてちょっと見ていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。あと髪やっと切りました、半年ぶりに。いい感じです。よろしくお願いします。